はようございます。おはようございます。今回も斉藤まさきさんをお迎えしているんですけれども、やっぱり斉藤さんといえばサイドスローですね。いやもうサイドスローです。斉藤スローです。まさにその通りです。斉藤さん、はい、サイドスローに自分がなると思われました？まあもちろん思わないですけど、はい、その投げ方を変えるなんてことはまずね、はい、思わないんですでしたけど、でも僕、まあ、高校の時も、まあ、上投げって言ってても、まあ、スリークォーターっていうところらへんからでしたよね。基本スリークォーターの方が多いですよね。そうです、基本そうなんですよね、はい、そんなやっぱり真上から投げるっていうのはすごく難しい逆にね、はい、と思いますから、またサイドっていうのはまたそれよりもちょっとこう腕が下がるので、はい、一番はこう手投げになりやすいっていう感じはありますよね。サイドスローの場合、うんうん、なんかこう手だけ下げてこうヒュッっていうか、やっぱり体でグッていかなきゃいけないところあるじゃないですか。やっぱり腕が体から離れてこう、はい、こういうのが一番、まあ、故障もしやすいし、はいはい、いけないですよね。やっぱり体の近くをこうビヨンっていう感じで近く回らないと通っていくと、まあそれだけ力強い球にもなるわけですね。はいはいはい。足の体重移動も、うんうんうん、上原さんとかって突っ立ったままじゃないですか。特にメジャーとか行ってからそうですよね、はい、でもサイドスローの人って突っ立つとやっぱダメなんですか？横なので多少低くいかないと難しいですよね。そういうことだから、そうなると手投げになっちゃうんですよね。ボンっていう感じになるんですか。左の手の使い方は斉藤さんどうするんですか？まあ、基本は一緒ですよ。基本はグローブをこうもうちょっとこうねじってこう向こうに入れてあげて、はい、あげると、はい、この肩が開きづらいんです。ここを開いちゃダメなの？これを普通にこうに出しちゃうとこうなるじゃないですか、はい、これちょっとひねるとグッて入るわけですから、うん、いかないです。そうなるとこう早く開かなくて進むというところがあるんですよね、はい、なるほど。それが、まあ、グローブを前に出すのか、まあ、肘でもいいですよね、まあ、こうやってグローブを曲げて肘をグッて向こうに向けてあげるっていうのも一つ、向こうというのはキャッチャーの方に、そうキャッチャーの方にですね、っていうのも一つ手ですよね。でその後はこの手は必要ないですか？いや、あります。こう投げて今度はこっちグッて引いてもらう、引いてもらう。こっちだけ投げるんじゃないですか？すごくこれ難しいです、ね、グローブの方の手はすごく大事なんですよね。グローブの方の手があんまり使えない人っていうのはやっぱり当然もうキュッて、それこそキュッてこう右手だけ腕だけになっちゃうんですよ。それを腕を出してキュッてグッてこういう、そのこれ難しいですよ。この難しい、ここをはめるのって難しくないですか？だからそこのタイミングですよね。だからそれがあんまり早いと開いちゃうしっていうところですよね、はい、なるほど。でもその引き方も、まあ、オーバースローもサイドスロー、うん、全部一緒だと、まあ、一緒というか、うん、人それぞれでいいと思うんですよ、はいはい、僕は結構写真とか見るとこういうふうに引いてるんですよ、はい、こういうふうに引いてる、はい、うん、グローブが下こう普通こうなったりするじゃないですか、はいはい、なります、ね、まあ、この辺にこう抱えたりする人いると思うんですけど、はい、僕はこうやってゲッてこういう風に引いてるんですよね。グローブが下向いてるんですよ、ね、はいはい、向いてますね、うん、でも、まあ、意識したことはないです。だから自然とそうなる。確かにこうなる。でもここの踏ん張りすごいです。だからここがグッてこういう、うん、最初僕も2軍でやった時ばっかりの写真を見ると、はい、これはこうやってるんですよ。こうやって抱えて、はい、サイドストローで投げてるんですよ、はい。でもそれがやっぱりだんだん変わっていったんだと思うんですよね。だからこそ、まあ、球の力も、いや、まあ、自分がいいように一番いいタイミングっていうのがそれになったんだと思うんですよね。こっち側ね。やっぱり今までそれまではこうなんか 上から投げてるみたいにこうやって引いてたと思うんですよ、はいはいはい、なるほど。だけどそれがあんまりにもこう早く引きすぎるっていうか、ここでこうギュッっていうのがないとこっち側の力も伝わらない。ストップかけてやらないとダメですね。そういうことですね、そういうことですね。こっちをあんまりバラーンってダラーンって引いちゃうとダメなんですよね。グッて止めてから引いてあげるっていうような。そのサイドスローのメリットデメリット、はいはい、これってお考えになられたことありますか？まあ、メリットとしては、まあ、右バッターはちょっと怖い、うん、まあはい、背中から投げてくるような感じになったりとか、はいはいはい、まあ、クロスにステップする人が多いので、はいはいはい、右バッターとしてはうーって感じになる、はいはい、
でもその分だから左バッターにはそうですね、もうヒューってこう一番のようにヒューって見えやすいというのはあると思うんですよ、ね、なるほどね。だからその辺は当然その辺は両極ですね、うん、だから当然左バッターが多く出てきたりとかすることが多かったんですね、うん、あと球の質はどうですか、シュート回転しやすいとかじゃないですか、うん、あでも僕はまっすぐがカット気味に行ってたんですよ。ということで、ね、ボールありますか、あのね、どういうふうに持たれるんですか。でも普通まっすぐこう普通にもう僕真っすぐは普通になんですけど、はい、でどういう感じで出るんですか、手首をこういうイメージなんですよね、まあ、まあ実際にはこうやっては投げれないんですけど立ててってことですか。そういうことです。でここからスライドさせるんですか、まあ、こうやってクッっていう感じですよ、ね、そうするとこういうちょっとスライダー気味にこうヒューっていくんですよ、ね、ということはあのこういう回転ってことですか。まあまあそうですね、そういうことですね。要はカットボールの、あまあでもまあ、真っすぐとしてやっぱ力強い。だから僕らの時はそのカットボールっていうのがなくて、はい、また読み名がなくて、まっすらって言ってたんです。まっすら、なるほど。まっすぐでスライダー気味に行くからまっすらって言ってて、はい、あのまあ僕のまあ一番の得意技だったわけですよね。もちろんでもそれが日によってはシュート回転する時もあるわけですよ、はいはい、そういう時は手がこういうふうに出てるっていう、だからその時にグッてこういう少し大げさにやるとそれが戻ったりするんですよね、はあ、でカーブもこういうイメージですね、こんなイメージなんですか、こういうイメージですね、これコントロール、いやだからまあすごく曲がっちゃうし、はい、曲がりが大きくなるので左バッターのこのインサイドに投げるのがすごく難しかった。なるほど、デッドボール当たっちゃうし、ね、曲がりすぎちゃうと当たっちゃうし、うん、で甘くなるとヒューッと真ん中に投げるっていうところで、そういうのはありました。だから僕は左バッターをどうやって抑えようかっていう時に、はい、王さんに、はい、要するにそういう抜けて緩くヒューってこっち側に落ちるやつを覚えろって言われたんです、うん、もう高津さんの進化みたいなもんですね、そういわゆる高津とか塩崎とかのイメージで僕は投げたかったんだけど、はい、あれは投げれなかった。投げれないですか。投げれなかった。で、どうしたら、でも彼らの場合はだってこの辺、ここで、ここから抜くんですか？こういうふうにこの辺から抜いて投げるんだよ。え、それできないですか、三井さん。いや、できない。いや、っていうか、あんまり知らなかった、それは。じゃあどうしたら、腕をガッて振って、はい、スピードを遅くするためには握りをあんまり握っちゃいけないっていうことですよね。はいはい、普通に握ってたらいくらやの、はい、引っかかりますもんね、うん、だからそこで僕はちょっとこうやって開いて投げてたのがシッカーだった。ああもうフォーク気味の、まあそうですね、スプリット気味の。でもあのフォークみたいにまっすぐストーンと落とせないので、はい、これでバッて投げてまあヒュー、まあ、抜くわけですか。そうですね、ヒューっていう、この親指は一応まあここにはかけてますけど、かけて、うん、もうほぼかかってない。そうですね、そうですね。だから立浪を抑えるときにヒューってやって一生懸命ヒューって投げてたんですけど、スコーンと垂れるんであんまりうまくいかなかったんですけど、あ、なるほど。だから僕の中ではこの球はもう本当に自信、あの信用できる球じゃないので、なるほど、基本的には大事なところでは投げれないかったですね。でもそれがもしもできてたら、だからもう250勝いけてましたね。高津とか塩崎のあれが投げれるとか、技はもっといけてますよね、もう絶対に。もう一球増えてるわけですもんね。でもまあそんなにできないからまたいいんですよね。なるほどね。それができたらまあまあものすごい武器になるけれども、できなかったと。サイドスローの方が高めには浮かないんですか？いやいや。そうでもないですか。浮くんですか。逆に高めにあのまっすぐをわざと投げた方がいいんですよ。低めばっかりっていうとどうしても目がそっち側に行ってしまうし、そのやっぱり変化球を高めに投げることはまずないじゃないですか。ないですね。常に下に目線が下に来られてるので、はいはい、まあ、見極められやすくなるんですね、はいはい、あえて高めの球、まあできればインハイが一番いいんですけど、はいはい、でもインハイに投げるとすごく難しいので、はい、真ん中高めでもいいので、そこに高めにバッて投げとくと、それはストライクですか、それともギリギリストライク、あのギリ、うん、ボールです、まあ、でもあんまり高いところも全くの効果がないですね、はい、だからやっぱり 胸ぐらいですよね。胸ぐらいのところに投げて、うん、それをファール、まあ、ファールにさず、まあ、空振りファールですよね。サイドスローを投げるっていうのはどういう人に向いてるんですか。
やっぱりそのやっぱ腰の回転とかやっぱり体の使い方だと思うんですよね。僕も腰の回転が横回転だから腕の振りをそれに合わせたというところだと思うので、基本横回転なんじゃないですか。人って違うんですか。こういうあの右腰が左足の付け根の方にこういうふうに回っていく人はやっぱりオーバースローだと思うんですよ。それっていうのはもう天性のものなんですか。意外とまあ癖というかそういうふうにしか投げられなかったりすることがあると思うんですよね。なるほど。下によってキャッチボールとか見て分かります。いやー分からない。分からないです。まあ、でもあのなんとなくはそうかなと思いますよね。でもプロに入ってくるような子は人はもう大体もう出来上がってるから、はい、分かりますけど、はい、まあ、やっぱりちっちゃい子とかっていうのはまだいろいろ出ますよね。ですよね。まだ分からないですね。分からないことはありますよね。少年期の指導者の方とかがよく肘を上げろとか、なんか上げろって言われてるんですよ、うん、それもやっぱりちゃんと見極めた上で言ってあげないと、そういうことですね。結構無理したこう上げ方になってるかもわからないと思います、ね、うんうんうん、昔みたいに上から上からっていうようなイメージはもうなくてもいいのかなと思いますね。よく指導者の方でこうやれって方がいるんですけど、うんうん、これってどう、まあ、いや基本はそうだと思いますよ、はい、もちろん外に向けて、はい、まあ、ひ肘はまあ肩のラインぐらいまで上げて、はい、っていうのが理想って言われますよね、まあ、まあこう、まあ、こういう感じですよね、はいはい、でなんかそこから、はい、投げていくっていうのが、まあ、基本ではあると思います。基本ではあると思います。ただまあサイドスローはやっぱり難しいですよ。難しいですね。あのコントロールもオーバーの方がなんとなくサイドの調整しやすいと思うんです、うん、サイドって離す位置で全然変わってくるじゃないですか、うん、そうですね。そこがやっぱり一番難しいんじゃないかなと、うん、そこはやっぱり自分の感覚っていうかね、それをそのキャッチボールの時からここで離したら あそこに行くんだっていうのを常にこう考えてないと、ただ急に投げてるんじゃなくて、はい、あそこ狙った時にはここで離す、ここっていうのもキャッチボールかなって大事だと思います。でも基本はキャッチボールだと、うん、だから変化球でも例えばじゃあカーブを投げようと思った時にどこで離したらピューって曲がってここに行くのかっていうことを考えないと、うん、ただビャッと投げてあちこちこうやって行ってるようじゃやっぱりダメなんですよ、ね、なるほど。だからそのキャッチボールの時からここに投げるためにはここで離したらこの軌道でこのぐらい曲がるんだっていうのを常に覚えておけば、はいはいはい、その距離が短くなったピッチャーとキャッチャーの間でもそれがここだったらこうこうこうっていうのが出てくると思うんですよね。なるほど。もう感覚を研ぎ澄ませということですね。そうですね。ここで離したら絶対にこういうんだってキャッチボールから大事にしていけばもっと良くなっていくんですよね。今回は斉藤正樹さんにサイドスローについて語っていきました、はい、まあ、サイドスローの秘密が来て嬉しかったよっていう方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします、はい、他にもこういう話を聞きたいよっていうのがありましたらぜひコメント欄に書いてください、はい、斉藤さん本日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。